皆さんこんにちは、後藤真希です。明けましておめでとうございます。いや今年もね、皆さんよろしくお願いします。さあ、まあ、新年ね、明けて一発目の動画になるんですけれども、まあ気持ちもね、新しくということで、ちょっとね、新しいねコスメがね、いろいろ欲しいなと思って、まあ、コスメだったり、まあ、メイクする時のアイテムだったりとか、いろいろなんですけども、約3万円分ぐらいかな、アットコスメにてご用意させていただきましたので、今回はね、それを紹介していきたいと思います。じゃじゃーん3万円分ってさ、どうなんだろう。ものによってはさ、アットコスメとかでもさ、2個ぐらいで3万円とかさ、なんなら1個で3万円分ぐらいになるやつとかもあるから、結構迷いました悩んだんだけど、まあ私的に気になってたものがバランスよく入ってるかな。まずはね、パック系なんだけど、あ、こっちからいくか。これがなんかドクダミが 77% 入ってるみたいなフェイスマスクというかパックだね。これドクダミと歯科成分と肌を整えるケアみたいな、そんなのできるんだって。で、私的に惹かれたのがそのドクダミエキス、もちろんなんだけどツボクサエキスも入ってるんですよ。だから鎮静系パックなんだけど、なんか肌とかが例えば揺らぎ肌とか季節の変わり目とかいろいろあるじゃない。あとは乾燥してちょっとなんかこうこの辺が痒くなっちゃって赤くなっちゃったとか、なんかそういうのにも、まあ、今の時期使えるのかなーなんて思って、よかったらリピールよね。まあまずは使ってみてっていう感じですね。あとはまたパックなんだけど、クオリティファーストのダーマレーザー VC100 みたいなパックなんだよね。これはでも結構トータル的なものかな。毛穴とかくすみ、キメ、張り、ツヤにアプローチできるようなやつなんだって。で、なんか成分をさ、こう全成分って下の方にこう書いてあるんだけど、ここ見るとまあまあまあ最初の方は水とかなんかグリセリンとかいろいろあるんだけど、ナイアシンアミドとか、あとアスコルビン酸とかいろいろ入ってて、その酸系がいろいろ。アスコルビン酸とかもなんかよく聞くけど、やっぱ美肌系とか、やっぱそういうあの美白になるようなビタミン C とか、なんかそっち系なのかなって思ってて、これはだから本当くすみとかに効きそうだよねっていうやつで、ダーマレーザーって結構なんかワードは聞くじゃん、ダーマローラーとかさ、なんかそういう系のやつだから、ちょっとこれは私的にはワードで惹かれました。7枚入りだし、え、でも7枚でも結構な厚みなんですよ。多分普通に、なんだろう、ドラッグストアとかで売られてる私が普段見てるようなものだと、この厚みだったらちょっと15枚ぐらい入ってんじゃねみたいな厚みなんだよね。なんだけど7枚入りってことは結構なんかボリュームがあって、多分この触ってる感じも美容液っぽいような雰囲気の、にるにるにるみたいな、そんな感じ。ちょっと楽しみですね。あとはね、そう、前にもベスポスで紹介したんだけれど、じゃじゃん、メイベリンのマスカラなんだけど、スカイハイ、前ね紹介したじゃない。前回紹介させてもらったのはブラウンだったのね。で、ブラウンもすごい上がってめっちゃいいんだよねっていう感じなんだけど、まあ、ブラウンは透け感をさ出したい時に使ったら可愛いかなっていう感じで、で、今狙ってたのはブラックなんだけど、まあ、ブラックはさ、なんだかんだお仕事の時にメイクさんとかもね、もう持ってるので使用はしてるんですよ。で、すごいいいの。で、今回ブルーが出てるの、新しく。で、ブルーって聞くとさ、多分普段使わない人からしたら、めっちゃ青とかになって、逆にメイクバランス取れるのとか合うのとか思いがちなんだけど、これブルーって白目とかがすごい綺麗に見えるんですよ。だからこう、この辺の透明感が結構アップするんだよね。あ、ここもブルーになってる。わかんないかな、これ。結構割とはっきりとしたブルーですね。これはちょっと試したくなるね。え、どういう感じになるんだろう。
え、でも多分すごい透明感出るんだろうな、これ。こんな感じ、割とブルーじゃない？発色もいいから、まつげに塗ったらこうブルーブルーになるのかわかんないけど、でも意外と馴染むのかな、そんな気はする。多分今後私がこれをつけてる日があると思うので楽しみにしていてください。はい、さあ次、なんか下地も買ったんだよね。じゃじゃん、クレード4のボアールコレクチュールプレメイクアップ SPF25 って入ってるらしいんだけど、要は下地よね。私今までカネボーのをずっと使ってるから、他の下地を使うってことがほぼほぼないんだよね今で。今日もカネボー使ってるしっていう感じで、ただもうね本当にこの間も紹介したけど、あとちょっとなんですよ残りが。だから、まあ、これを機にこれを使ってみて、もしよかったらちょっとこっちを今度使ってみようかなみたいな、なくなるまでっていうふうに思ってるような感じで買いました。あ、はいはい、こんな感じの。カネボーと比べると若干ベージュ感というかクリーム色っぽいような感じ。カネボーの方は割とほんとクリーム自体は真っ白 で塗るとちょっとツヤが感じられるみたいなやつなんだけど、これどうなんだろうね。でも手に伸ばしていくとクリームクリームしてた色っていうような感じではなくなるね。そんなに重いとかそういう感じもないけど、あ、塗ったら結構しっとりする、しっとりするわ。こっち塗ってて塗ってない感じ、あ、若干やっぱ若干というかちゃんとトーンアップされてるね。肌がすごい白く綺麗に見える、こっちの方が。あ、すごいね、こんなに色違う？え、実際見るとそうでもないんだよ。そこまでそんなになってるようにはそこまでは見えないんだけど、でも画面越しでこう見ると結構ちゃんとやっぱ肌が作られてる感がある。こうなんかベタベタする感じもないし、保湿されてる感じのちょっとサラッと感というか、そんな感じかな。だから多分あれだよね、ちょっとそこの辺をうろうろするぐらいだったらこれ1本あったら結構トーンアップされるから、コンビニとかも行けると思う。で次、このカネボーコンフォートストレッチ、なんだこれ、ストレッチとかじゃないんだ、ストレッチウォッシュ。何ストレッチウォッシュって。まあ、ここは私今化粧水と日焼け止めとか、あとはそのメイク下地のクリームとかで持ってるんだよね。で今回はそのさっきも言ったけどストレッチウォッシュなんで洗顔料です。じゃじゃーん、 130g 入ってる。多分朝晩これで洗顔したとしても余裕で1ヶ月ぐらいは持つ気がする。真っ白、え、洗顔料でね、泡立つやつかな、なんかねすごい真っ白。これ塗るやつじゃないよ、塗るやつじゃないんだけど、とりあえずなんかこんなもっちり系なんですか。多分そうなんだと思う。泡にしたら多分すごいもっちり泡みたいな感じだ。スクラブとかそういうのは入ってない、普通に洗顔料なんだけど、多分これめっちゃ泡立てたら気持ちよく洗顔できそうだね。その中で次はこちら、これは多分メイクアイテムっていう感じだね。ディオールのじゃじゃーん、ビューラー、え、かわいいっていうか普通に真っ黒なんだけど、ここにディオールって書いてあって、でこっちにもわかるかな、この反射で微妙に見えづらいかもしんないけど、こうディオールって彫られてるような感じで、これはねもう単純に見た目が可愛いっていうあれだよね。でもなんかこのこれ、この部分、この部分って大体さ指をこう入れてさこうするパターンが多いじゃない、ビューラーって。だけどこれがちょっと新鮮で、こういうタイプは
持ってないし今まで使ったことないからちょっとなんか試して使ってみようかなみたいな。きっとなんかこれ思いっきりやったらめっちゃ上がりそうだな。これあんまりこうやってやったら壊れてしまうわかる握力のこういうの売ってるよね。多分こっちから見たら完全に筋トレだよこれ。そんな感じでも全然なんかそんな力を入れずとも簡単にこうできるから可愛いかなみたいな。で最後アイシャドウ2つ、まずどっちから開けようかな。シングルアイシャドウから開けてみるか。じゃじゃーん。多分みんなどの色を想像してるんだろう。多分キラキラとかめっちゃラメ系とかそういうの想像してる方多いと思うんですよ。なんかなんならアイシャドウとかに馴染むとかね。私が選んだのはこちら真っ白。これ真っ白って言ってもなんだろう、こうパールとかが入ってる白でもね、本当になんだろう粉っぽいっていうかマジでマットな白っていうかそんな感じの白なんだけど、これをなんだろうアイシャドウのベースとかにもできるなーって思ったりとか、あとはハイライトとかにも使えるなーとか、なんかそういうマット系なのが欲しかったんでね。だいたいなんか買い物するときってどうしてもやっぱお店とかに行くとキラキラしたものに目が行くんですよ。だからこういうマット系なんてまず見ることないんだよね。でこうキラキラした子行ってなんかこう手に取ってみて、うわーこのラメ綺麗みたいな、そういうパターンが多いから、今回はちょっとこれをねあえて選んでどんなものなのかなと思って。あでも本当に手に取った感じもマジでマット、超マット。若干わかる、このあえてこう普通にのせたところわかる。これをまあこうなじませると肌にもちゃんとなじんでくれるし、塗った感がそんなにない。軽いね、こっちの方がなんか綺麗。結構新しい挑戦ですかこの色に。そうですね、なかなかこういう色をあえて買うってことがなかったんで、なんかパレットの中に端っこの方にこう入ってるとかそういうイメージなんだよね。だから普段こういう色をあえて買うってことはなかったけど、なんかメイクの幅がやっぱり広がりそうな気配がしますね。ちょっとコンシーラーとかで涙袋を作った後の上にさらっと引くのもなんか強調されて可愛くなるかもね。で次最後、最後です。2つ入ってるんだけど、デュオアイシャドウの3920なんだけど、こんな感じ。これね、これは若干多分ねパールっぽいのが両方入ってる妄想で選んでるんだけど、こっちはまあもろパール入ってるんだよね。こんな感じの色のバランス、こっちがあの派手な方で、こっちの割と肌に馴染んでくれてそうなやつがこれなんだけど、結構使いやすい組み合わせかもね。これは今ってあんまりなんかメイクをさ派手にキラキラするのって流行ってないらしいじゃん。なんか割とこういうちょっと馴染むようなカラーでさっとのせるぐらいがいいらしいじゃん。わかんない、 Google 先生がさ朝開くとさ私が気になってることとかがさ出てくるじゃない。あそこに今はこのメイク時代遅れとかなんかそういうのが出てくるところに結構キラキラのせてるやつが出てきたのさ。で割となんかこういうシャドウでシンプルにさらっとまとめてるようなのが今っぽいらしいのよに影響されたやつさっきのもこれ混ぜると多分今っぽい Google 先生がおっしゃったような私になれるんじゃないのかなっていう妄想で選びましたはい、というわけで今回は約3万円分でねアットコスメさんのアイテムを選び紹介させていただきましたが、いやー結構でもこれは多分リピになりそうな気がするな。まず、まあ、こういうのを1枚とか2枚とか家に持っとくと割と安心材料っていうか、何かあった時の日にちょっと使えるような感じとか、結構私の中でちょっと今一番気になってる
やつですね。あとは常にこう使えるものだったりもするので、じっくり使って試していこうかななんて思ってます。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。改めて今年もよろしくお願いします。バイバイ。